ただいま現在静岡県の伊豆に来てます。今日本当はキャンプする予定で来てたんだけど、雷注意報だったんだよね。いきなり天気が崩れて、さすがにキャンプはできないってことで、でもせっかく伊豆に来たしどっか泊まりたいねって言って、ずっと気になってたアンダリゾートに泊まることにしました。ここなんとね、インドネシアのバリ風のリゾートで、オールインクルーシブって言って、食事が3食含まれてて、その他にもいろんなアクティビティが、もちろん温泉とか朝ヨガとかボルダリングとか、結構10種類くらいのいろんなアクティビティが無料でできたりとか、その施設の中で楽しめることがいっぱいあるオールインクルーシブっていうホテルで、アンダリゾート伊豆高原のレビューをしていきたいと思います。館内のね、洋服がね、4色から選べるって言ったよ。何色がいいかな、どうか緑、いや、紺かな。でこっちにね、アメニティバイキング、うわ、日焼け止め乳液とか嬉しいね。本当すごい、今日の夜やろう。あ、トリートメントもある、嬉しい。え、本当だ、インドネシア名産って書いてある。本当だ、昔行くたびすごい買ってた。今日もね、この演奏会あるって不定期って書いてあるけど、へえ、焚き火もあるし、焚き火いいね、恐竜風呂かわいい、ね、傘もかわいい、かわいい、かわいい、すごい、本当にちょっとバレに来た気分じゃない、うん、雰囲気といい、音楽のチョイスとかもバッチリ、いっぱい説明を受けた。まずね、今日のご飯はコースだった。コースで2部で7時20分からなりました。はい、でその後、お夜食がビュッフェなんだって。へえ夜食は10時45分から11時半までビュッフェ食い倒れのためだね。食い倒れだね。もう本当にここのリゾートでのんびりして、好きなだけ食べて、好きなだけ飲んで。で予約が必要なのは朝ヨガと、カペルで写真撮影ができるんだって。その地図すごくない？バドミントンバスケ広場とかもある。おー、いいね。こっちはね、新しくできたエリアで、アンダピング、グランピングのインサイドバージョン。へー。なんか中にファイアプレイスがあったりとか、スモアができたりとか、音楽が聴けたりとかっていう施設がこっちにあって、貸し切り温泉が 1,2,3,4,5,6,7,8、 すごい。これを見る限り、滞在中チェックインからチェックアウトギリギリまで飽きることなく遊べるね。ただ部屋が見つかるのか問題現在広いね、すごい広いね。次はお部屋紹介。かわいいベッド、すごい、本当にバリの本場を思い出すような。くつらぎスペースはこんな感じ。そしてね、マッサージチェア、部屋にマッサージチェアがついてるの珍しい、初めて。結構雰囲気はバリっぽくなってて、部屋の中はアロマかな、若干いい香りがしてます。コーヒーだったり紅茶だったり一通りあって、冷蔵庫は持ち込み用冷蔵庫、もう冷蔵庫内のドリンクは無料だったね。お茶とビールと、あと2リットルのお水、嬉しい。なんか結構ホテルとか泊まると水が足らないってなること多いから、2リットルが置いてあるのは嬉しいね。素敵。1日後の自分への手紙、カエルのポストにこれを投函すると1年後に送ってくれるみたいです。はい、バスルームはシンプルなユニットバス、こんな感じです。一応アメニティも置いてあるね。ローションからスキンケア、クレンジングも全部置いてある。この辺にも歯ブラシ、コットン、カミソリだったり、ウォッシュタオルだったり、一通りのものは揃ってます。すごい、コンタクト保存液とかまで、ネイルリムーバーとかヘアアイロンもあるの、嬉しい。それはこれから館内のアクティビティを楽しんでこようと思います。こんなの10年は触ってない。質問しようだったら、しよう。
決。勝利。次はどこに向かいますか？新しくできたっていうさ、アンダピングの方の施設行こう。マシュマロやってるんでしょ、だって今。で、炙ったマシュマロ大好き。日本のグランピング施設にまだ行ったことないんだけど、こんな感じなのかな。ねえ、ここシネマだよ。最高。なんかこの遊歩道の中にいろいろ噴水があったり、露天が大島で一望できるって。テラス。おお、広い。おしゃれ。ここもファイアプレイスになるのかな。すごい、これ子供と来ても楽しいし、友達とかカップルで来ても楽しいね。あっち景色見えるんじゃない？海かな。うわ、最高。しっかりさ、リゾートに来た気分になる。うん、今日は飲みに。これお酒好きにはたまらないだろう。あ、飲み放題か。すごいね。滞在中ずっとこちらに一応有料ドリンクのシャンパンとか赤ワインとかが書いてある。次はね、お面の餌付け体験。館内歩きながらこうやってつけて歩いてる人がいっぱいいて、それが可愛すぎて餌付け体験に行きます。何色がいい？趣味が出すぎる。でも温泉足湯って書いてあるよ。おお、いる。次はドクター。これめっちゃ楽しみだった。しかもルイスいいね。あ、くすぐったい、くすぐったい、くすぐったい。みんな食べてって。45分からは。すごい。夜食ね。すごい、びっくりしてるんだけど。美味しそう。タピオカ。手作りでタピオカ作れる。美味しそう。お待たせしました。ありがとうございます。すごい、アイス食べたい。アイス食べたい。アイス食べたい。なんでブルーのこちらにラーメンがあります。あ、本当だ。パクチー。デザートも揃ってますよ。
みたいな感じになるんだけど、あっさでーす。おはようございます。早起きだ。今からヨガ。嬉しい、ヨガ最高。朝ヨガ大好き。ヨガに行って朝ごはんでも食べて。今日朝のアクティビティは他にありますか？スダリングと、あー最高、海の見える卓球場とか一瞬温泉に入ってヨガをしに行きます。テラス席。